また、どんどん株上がってますね、やっぱ。見てなかった、昨日は。はい。こんな感じ？32,217円になってますね。ペース早いよね、だからね。どんどん増えてきますね。だから、はい。やっぱりね、雲っていうかな、一応均衡表っていうか、今までの、要はあれでしょ、1989年のバブル崩壊以降の高値を更新していってるってわけやからね。だから、はいはい。あの時の最高値っていうのをやっぱ目指すっていう形にはなっていってるのね、そのスピードが速すぎるわね、でもね、ただね。早いです。どんどんぐいぐい上がってますもんね。本当に。で、ドル円為替は相変わらずドル高と。いうことですよな。だから、為替がピタッと動かんっていうこと形になってるね、これね。ドルは逆に下がってますね、どんどんね。138円から140円の間、うろうろしてる感今、じ。30、139点、3、139円になってますね。はい。貼り付けてるって感じよね。だから、はい、はい、はい。まだ、本当言うように、前回も言ったように、これもドルを買い支えてるってことですよ、アメリカ国債一生懸命ね。もう明らかにそうでしょ。円がひたすらドルを支えるという形よな、明らかにな。まあ、だからあとはもう本当タイミングの問題というか、時間の問題というか、どこでそう、その、なんていうかな、一回終わりましょうっていうとこ、まあ、いいと、もうなってんねんけどな、これ。そうですね。なってんねんけども、まあ、今のところまだ、なんていう、前にも言ったように準備ができてないっていうか、次の準備がね、そのロシアとか、中国みたいに次の準備ができてないってことやもね。だからまあ、ただ、何やったっけ、あそこ、テキサスか。テキサスがもう準備は終わってるわけでしょ、完全に。ゴールドリンクのね。ゴールドリンクの新通貨が9月に出てくるわけです。このテキサスの新通貨が出てきたと、どう、出てきたと、デジタル通貨ってことですね。今のドルを潰せるわけがないわな、一気にな。まあ、最高無理でしょうね。それやると混乱になるんで、まあ、テキサスのゴールドリンクの、銀か？ゴールドシルバー。シルバーもリーズしてんのかな？あれ確か。要はゴールドリンクのデジタル通貨ですよ。あれが、テキサスから始まって、フロリダとか、もうあと2つ、3つのその共和党陣営とか、赤い方ですよね、アメリカで言うと。赤い方の陣営に波及していくかって、広がり終えたタイミングですよ。だからそこで、やっぱり今のドルは通用廃止っていう形になっていくはずなんで、だから、やっぱトランプさんが出てくるところに合ってくるよね、こうなってくると。2014年の、あ、ごめん、2024年の大統領選挙と。バイデンが弾劾でその前にね、吹っ飛ぶんかどうかは別として、やっぱり2024年っていうのに合わせてるよね、ターゲットがな。やっぱそこに全部が合ってくると。で、日本の場合は2024年の春から、まあちょっとわからんけど、4月、5月ぐらいまでには新円切り替えと。だからこれも2024っていうタイミングですよね。だからここ全部が入れ替わるっていうことになっていくと思うんやけどな。状まあそ況んがな入れ替わる。わからなかった。まあ、ただブリックスはブリックスで、なんだっけ？共通通貨か。まあ、新しい貿易通貨かな、ブリックスのな。で、もうこれの準備完了というか、一歩手前まで来てるんでね、NDS っていうかな。新通貨、要は新交易通貨ですよ。あれが、まあ、準備完了っていうところまで、目の前まで来たって感じになってきたんでね。だから、まあ今のところはそのドルを介さず自分たちの地域通貨でまあ貿易取引始めましょうということでかなりの国が動いてて、だから韓国までドルから出たからね、韓国とインドネシアがインドネシアルピーで取引しますと。で、あとマレーシアとインドはインドルピーで取引しますと。いうような流れになってきたんでね。だからまあ以前に見えたように韓国はまあ独自路線動き出してますよっていうところら辺ですよ。ただまあ、朝鮮半島は、やっぱね、しぶといのよな。ネオコンっていうか、国際金融資本っていうか、戦争やっていうか、前回の動画で言ったよね、火種がもうないわけよな。もうこれ、ウクライナが、ただウクライナの次は、まあ、イスラエルっていうのは言ってるよね、いつもね。まあ、イスラエルはイスラエルだけど、その前にポーランドっていうのもあったわけよな。で、ポーランドは結構、でな戦闘態勢っていうか、やる気満々っていうか、ウクライナ、なんていうかな、敗戦後のウクライナを分割統治、ちょっと私たちもいただきたいですみたいな感じで、
ポーランドも出てきとったんやけども、ちょっと腰が引けてきたっていうか、ポーランドも。どう言ったんかな、まあ、大きな流れで、ポーランドがね、ただ実際問題、ロシアとポーランドがやりだすと、もうこれ第三次世界大戦っていうことですから、どう考え。で、悪の親玉みたいな、ビクトリア・ヌーランドか。あの人が、国務次官か。ヌーランドさんが、2、3日前かな。第3次世界大戦は7月11日から始めますみたいな、配信みたいな、まあまあ、あの人、戦中の言うことなんで、どちらかというと予言みたいな、口だけ騒ぐような人たちなんで、まあ、7月11日が第3次世界大戦の開戦になりますみたいなことだったかな。やっぱりそれはちょっと、やっぱりポーランドが巻き込むということを言ってんやろうけど、まあ、でもないと思うよ、今回、これ。ただ、まあ、ないっすか。続いてないのと、で、また、台湾はないけど、極東だわな、言ってるように。で、極道で、極東もこれ、台湾の中に、火がつかんと。ね、日本にもなかなか火がつかん。で、まあ、やろうとしてるのは尖閣。尖閣かな。尖閣、中国に何か尖閣手出させるようなことを演出するとか、あとは、やっぱりさっき韓国の話だけど、朝鮮半島なんですよ。朝鮮半島はね、何が何でも連中手前が来たね、やっぱり。もうあそこはもう最高の火種なんでね、置いときたいっていうのはあるんですよね。だからそれが韓国が独自に出したんで、これもまあまあ、ひょっとしたら、もう何事もなく終わっていくんかなっていうような気もするし、ちょっとまあまあ、様子見ってとこですよ、今。今日はね、その行動力っていうことについてのテーマでね、話したいなと思っていて。朝の8時のニュース。朝朝のの8時のニ8時ュのース。ニュース。やっぱり何事も結局、今日はメンタルとかそういうお金というか心の話をちょっとテーマに上げていきますけど、やっぱり先日いろいろと僕もお客さんと会って、と接していってすごく感じた気持ちがあって、やっぱり行動力だったりとか、そのやり方だったりとか、まあ、人から言われたものに頼り切るというのは、本当によろしくないなというのを、すごく最近感じたんですよね。やっぱり自分で判断して、自分で答えを出して、それで、例えば他の人と答えを照らし合わせるのはいいなってすごく思ったんですけど、やっぱりその他人の出した答えというのを待っていて、それが待ってなかったから何もできなかったっていう場合だと、やっぱり何も結果的に出ないんだろうなっていうのがすごく感じていて、まっちゃん的にどう思いますっていうところからちょっと。突然どうしたん？どういうこと？例えば、いろいろとビジネスでもそうなんですけど、まあ、売り上げ上げたいからこういうことをやりますって言ってるんですけど、なかなか、なんだろうな、向こうは問題抱えてますと。できないって問題抱えてますと。でも問題抱えてないから答えを求めに聞きに来るんですけど、でも結局、こっちがやってねっていうことについてなかなかできないというか。で、それなんでかっていうと、行動というか、行動がなかなかできないと、前に進む。っていうのがあって、で、結局やっぱり人間って行動力が全てなんだなっていうふうにすごく思ったんですよね。で、結局自分で考えないといけないじゃないですか。結局、自分で答えも考えて出さないといけない。要は仮仮説でもいいから。じゃないと、一向に前に進まないんだなっていうのがすごく感じていて、まあ、それはそうよな。動かん、要は因果関係ですからね。行動が結果になっていくってことよな。だから、分かりやすく言ったら、妄想では結果は出ませんっていう話。やりたいって妄想じゃなくて、じゃ具体的に結果を出すために、なんだろうな。なんか街の体制だと良くないんだなってすごく感じましたね、やっぱりね。街の体制っていうか、聞いていくって。まあまあ、わかるわかる言ってることは。で、
要は何がテーマになってるのかちょっとようわからんねんけど、ぼやっとしてるから。あー、テーマはね、やっぱりそのテーマはテーマとしてはやっぱり、行動力がないとやっぱり前が進めないよねっていう結果が出ないよねって話がテーマです。いや、まあまあ今の話一言で終わりですよ。だから妄想では答え出ませんと、因果関係、はいはい、うん、で行動して結果が出るわけよな。まあいいとかで、ね、その成功だ不成功だも別として、うんうん、まあ何らかの形というか成果というか結果が出るっていうのは行動なかったら当然成り立たんわなこれ、うん、だからだってその何かを食べるからお腹がいっぱいになったりとか、うんうん、食べないからお腹が減りますとか、これも行動と結果なんでね、うんうん、でただ言ってるのはあれでしょう、その大体の話としてはルーティン化してるようなもんってあるじゃないですか、毎日。はい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 。会社員の人が会社行きますとか、うん、その自分が勤めてる箱というかな。はいはいはい。そういうとこ行って、まあまあ、まあ、昨日と同じようなことを今日もしますみたいなやつ、うん、で、こういうのは何も考えんとやってるってことよね、分かりやすく言うと。まあ、習慣、歯磨くのどうですからね。はい、ある、うん、ある意味、その嫌とか、うん、嫌とか、うん、好きとか嫌とか別として、うん、なんかこういうルーティン化してるもんっていうのはやってるわけよな、はいはい、多分これはどういうことかっていうと考える負担がないからっていうことやったら、はいはいはい、うん、考える負担もないし昨日と同じようなことがまた今日もあると役に、はい、するとだからそんなにリスクがないと思ってるとか、はいはい、まあ今日もまあとりあえず昨日と一緒よなと思ってるぐらいの感じですよ多分ね。でだから簡単に言うと要は新しいことですわな、ね、今までと違うことをしようとした時に行動が伴わんっていう話だと思う。ということよね。そうですね、そう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 、うんうん、だから要は新しい今までと違った行動仕事でもまあ何でもいいんやけどもそういう行動に移していこうと思うと当然思考も変えなあかんから、うん、やってることが違うわけやから、うん、で探り探りやらなあかんから、うん、で考えも今までその今ルーティン化してるものと比べたら全然考えなあかんよねしっかりね、うん、で組み立てなあかんよね、うん、でだからやっぱ億劫になるわな後回しになるって感じじゃないの。そうですね。あとはすごく感じるのは本当になんか優秀な人ほど行動できない人が多いなってイメージがあって、うん、なかなか前にもっとなんだろうな、もっと、まあ、人の特性もあるし、いろいろといろんな性格の問題もあるんでしょうけど、もっとなんだろうな、うん、その求めてくればいいのになっていうのもあるし、結局何もなんだろう、その現状ありきで悩んで悩んで悩んで終わってしまうっていうのがあって、なんかもったいないなってことがあったんですよね。そう悩んで悩んで悩んでってってどういう意味なんかな、ちょっとよくわからないけど。いや、悩むって、悩むっていうのは、その方向性に悩むってことですね。要は。自分のやりたいことについて、何が大事だかっていうのを悩むって感じですね。うん、要は、結局失敗してもいいから前に進んで、とりあえずこれダメ、あれダメ、これダメっていうふうにやるんですけど、それを動くのを恐れてるっていうイメージがあって。うん、わかるわかる。統計的に見るとね、みんな全員に対して見ると、なんでかなと思って、俺だとか僕とかは、そこまで賢くないし、バカだから、結局、やって、失敗して、やって、失敗しての積み重ねて意味があるので、前に進んでるんですけど、まあ、それは遠回りって言ってたら遠回りなんですけど、でもそれでも前に進めてるので、やっぱり行動すべてだよなと思うんですよね。だってもう、お客さんのために、わざわざ指導課まで何も考えずに行ってる部分もあるので、そういう直接現地に行くという行動もするんですけど、なかなかそういう行動を取れる人がいないというか、うん。ちょっとそこまで行くとよう分からんねえけど、はいはい、まあでもやりながら考えていくってことやからな新しいのは、うん、そうそうそう、だから先動いてしまわないと先進まんわな、うん、しながら考えていくと、だから考えるとか思考的なもんとか、はい、そのそういうもんと後の方がいいと思うな、とにかく動いてしまうっていうことの話が早いと思うけどね、うん、これからの時代は特にね、うん、そうそうそう、だからうん、で要はなんでそういうことになってくるかっていうと、その人々っていうかな、まあこれ地球上全部やねんけども、うん、意識の変化とか、うん、まあ人々の考え方とか価値観的なもんとか、まあそんなものが大体3極化ぐらいしていくわけよな、これからな。うん、3極化、はいはい、多極化やわな、うん、
言ってるように、そのブリックスを含めて、ね、その世界を多極化していってるわけでしょう、うん、アメリカ、西洋支配、西洋支配っていうか、西洋的な文化の、西洋的な文明をこう追いかけて、うん、世界中がね、はい、もうそれ終わりってこと、多極化してるっていうわけよな。だからこれ、いつの、我々がいつも言ってるように、人々も同じようになっていくんですよ、多極化。で、まあ、それの引き金、鳥が引いてるのはやっぱネット環境っていうかな。ネット環境、なるほど。うん、情報量ですわな。で、こういう使いながら人々は多極化しますと。で、うん、なってるんで、結局、その身近というかな、自分の会社の中とか、自分のコミュニティとか、うん、自分の学校のコミュニティの中、学校の中とか、うん、そういうところに同じような価値観を持つような人たちが、うん、いないっていう。くるわけよ、いないというか少なくなるってことよ、要は、うんうん、今までの時代ってほら同じテレビ見て同じ新聞見てみんなが同じような考えよねっていう形だったので、うんうん、例えば学校の中に1学年に300人か400、1学年300人おったとしようや、学校の中ね、はいはい、300人が同じようなテレビ見てたわけでしょう、うんうん、だから大体その価値観が合うっていうか話が噛み合う人たちがやっぱ横におったわけよ、近所に、はい、会社でもそうやな、うん、はい、だその多極化していくっていうことは近所におらんようになっていくわけよな、そういう、うん、まあ、いろんな人がそうだね、そう、うん、少なくなっていくよな、だから要は、はい、距離の壁を越えてしまうっていうか、その、はい、うん、要は遠いところじゃないとそういう価値観の合う人がいない状況、うん、まあ、そんな形になっていくよ大体、はい、うん、はい、うん、だからなおさらそのそのルーティン化した中でルーティン、はい、タコツボって言うんやけどな、ルーティン化したタコツボの中でおったって発展性がないっていうか、はい、前へ進まんっていう状況になっていくわけよな、はいはい、そうですね、うん、だからさっき言ったように静岡まで何も意味もないけど行きますとかな、まあ、まあある意味北海道まで何の意味もないけど、何の意味もないっていうことはないけど、まあ目的がありますけどね、うん、そういうところの距離を飛び越えていかないと価値観の合う人たちとこう結び合っていけないっていうような形になっていく、うんうん、だからやっぱりその妄想とか理屈とかへ理屈っていうよりはやっぱ行動が先に来ない、どうしようもないって言うんだな、これだから。そうね、うん、そう、みんなやりたいやりたいってもなかなか行動で前に出ないっていう部分も強いんで、ああそうなんだな、大変だなってのがあって、うんうん、だから心前提を捉えれば大体その分かってくると思うんですよ、今までのようにこの何て言うかな、あのなんじゃね、石橋叩いて渡る的なとか、リスクが失敗したらどうしようとか、はいはいはい、うん、あんまりそういうのが前に来ると、うん、ますますタコツボの中入っていくんじゃんかな。やっぱり行動とその心の問題、前言ってたうつの話だけどとか、そういうの話したと思うんですけどね、うん、動画でもね。それもやっぱり全部繋がってきますよね。やっぱりそのリンクしてますよね。行動するという行為とその心の問題の行為っていうのも。うん。うん。そうよな。だからまあ、うん、ただね、ちょっと愛ちゃん今日の質問ぼやーっとしすぎてるからちょっと何とも答えにくいねんけど、あ、はい、要はただね、こっから先の新しい時代ってその行動せざるを得んような局面がものすごく多くなるよ、これ。あ、行動しないといけないってことですね、はいはい、個人一番自分の考えを持って、はい、自分の考えを持って自分で行動していかないといけない局面がものすごく多いと思う、うん、もうすでになってるけど、だから、まあ、例えば極端に言ったら政治的なことっていうか、例えばその国を良くしようとか地域を良くしよう的なもんってあるじゃん、あれはもうどっちかって言ったら今までって言ったらその日本の場合は選挙の投票率とか見ても分かるように半分ぐらいしかない、はい、国の選挙、はい、そうですね、うん、参議院選挙、衆議院選挙、はい、まあ、まあ、地域のその地域の市議会の選挙に至っては 30% とかな、はいはいはい、35% とかそういう地域もあるわけよ、うん、だからこれ今までよね、で、はい、こういうところに関してももうこれじゃあちょっと成り立たんっていう世界になってくるはずなんですよ、うん、成り立たないですね、というのは自分とかその同じ価値観とか同じ意識を持った人たちとこういうところも変えていこうと自分たちでと、はいはいはい、いうようなことをしていかなあかん時代なんですよ、うん、次は、うん、だから、
その声を上げるのが恥ずかしいとか面倒くさいとか、はい、どうせ変わらんでしょっていうのが今までやったわけな。どうせ変わったけもな、はいはい、うん。で、この、これがなくなるんですよ、これ、うん、次は。うん、だから、自民ぶっ壊れるわけですからね、これ。はいはいはい。そうですね。うん、そうそう。自民党ぶっ壊れるわけだから、もう完全に、その日本の、その今まで続いて、明治から続いてた、その体制っていうのはひっくり返るわけよ。はいはい、だから、はい、うん、ある意味、どっちかっていうと、その、革命っていうか、その、はい、うん、その要は利権構造とかその権力構造がバラバラバラって崩壊するから自分たちで前に出ていかなあかんわけよ。うん。と決断して前に進まないためですね。はい。そうそう。だから、まあ、政治に関してはそうやと。で、地域に関してはこんな感じになると。で、あとまあ自分の個人的なところでいくと、その、はい、なんていうかな、会社的なもんとかな、はい、仕事的なもんとか。うん、でこれ もう何回もこの動画でも言ってるように、そういう大きな組織って崩壊していくわけですよな、これ同じ、うん。まあ、言ってましたね。うん。っていくわけでしょ。うん、で自分で決断して、自分でどうしていくか、この会社を立て直そうとするのか、外へ出て自分で何かをしようとするのかとか、うん、もう、嫌がおうにもそういう、なんていうかな、行動していかなきゃ、局面が来るってもう来てんねんけど、うん、まあ、これが普通の人が分かるよう、目に見えて分かるようなのは2年後ぐらいですよって、いつもこの通り。うんうん、だから、嫌顔にもそうせなあかんとこ、時が来ますよ。うん、ただまあ、ますね、うんうん、それよりその、そういうことを理解して、今のうち、今からそういうことも考えて動いていきましょうっていう話。だから、どういうことかっていうとね、ものすごく、その、なんていうかな、学んで、勉強して、ね、はいはい、学んで、理解して、で、自分で道を開こうとする一人はものすごくいい時代ですよ。うんうん、単純に、うん、だから何も考えてへん人にはどうにもならん時代になる、うん、何もならないといけないですね、うんうん、だから何回も言ってるでしょこれ。だからこれが、ね、15対70対15の法則っていうのもこれなんです。だから、うん、だからマスの70とその下の15、はい、ここら辺は相変わらずねみたいな、うん、で先の15%の人がこういう、まあ、今そういう人が見てるわけよな、これを。そうですね、まあ、本当に限られた人しか見てないですけど、そういう人たちが学んでるわけでしょ、一生懸命、はい、学んで技術を知ってるわけで、ね、はい、で技術を知って、じゃあ次はこういう時代でいい時代になると、だから自分たちぐらい開くとか自分で生きていくっていうことを考えてる人たちが見てるわけですから、はい、見てますね、はい、で、まあ、いつの時代も一緒なんですよこれ。明あの幕末も一緒やったしな、江戸が終わった時、はい、明治になった時も一緒やったし、はい、で第二次世界大戦日本の敗戦だわな、昭和20年、はい、その時も一緒よ、うん、の振り返るわけですからね、うん、でその時この時も一緒ですよ。その上位の 10% とか 15% の人たちが引っ張っていくわけよ。で、はい、10年経ってマスの 70% の人たちがいやなんか真似しようみたいな感じついていく、うんうん、でその次は何回も言ってるの、多極化なんで頼っていくもんがないっていうことになってくるんでね。はいはい、だから政治参加とか地域政治に参加するとか国の政治に参加するとか、うん、何に関しても自分たちで出ていくっていう形になっていくわけですよ、うん、はい、だから、まあ、今すでに、まあ、まだねその国会では参議院でまだ一人しかおらんけどね、参政党さんだから、まあああいうDIY 的っていうか自分たちで取り上げていこう的なやつ、うんうん、はい、なんかポコポコポコ出てくると思う、そこら辺なるほど、そうね、あれ出てくると思うよ、ものすごい、はい、ああいうポコポコポコ出てくるな、うん、その、はい、利権とか宗教団体使いますとか、うん、利権使いますとか、そういう、うん、なんていうかな、政党じゃなくて自分たちで、はい、自分たちの意思を持って、はい、そのなんていうかな、意思を持って自分たちの意思と考えを持って登場してくるみたいな、はいはい、イメージしていくみたいな、こういうの出てくると思うんですよ、うん、だからこういう流れ全部見ていくとやっぱ個人も一緒になってくるんですよ。そうですね、だからそう、嫌顔にもその局面は来ると思うよ、もう、うん、まあまあもう来てますよね、 100% ね、ここはね、うん、例えば経済的な話で言うと年金どうしましょうとかな、うん、社会保険どうしましょうとか、うん、だから要は国自体のそのシステムというかその、うん、ね、その セーフティーネットっていうのかな、こういうの、はい、でこういうのも一時的に機能せんようになるってくるはずなんですよ、やっぱり、はい、
政治が崩壊すると、その要は役所も崩壊していくわけやからな、これ。だから、こういうのも自分たちで考え、だからこれも健康とかの話もそうでしょう、結局、ね。病気にならないように、医者にかからないようにしましょうとかな。ということでしょ。あと、まあ、その年金的な話ってあるわな、これ亡くなったらどうしようとか、ああとかこうとか。そうですね、まあ、健康で自分で生きていかなしゃあないよねとかな。まあまあ、そうなっても全部が全部そうですよ。だから自分、ただ、まあ人って一人では生きていけないんで、やっぱりどうしても同じような人たちと固まって共同体作っていかなくて。そういう共同体っていうか、コミュニティっていうのは、そういうのがそこら中でポコ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 出てできてくるような感じですよ。なってきてますね。だから、ただそれをなってるんやけども、そのなってんねんけども、一般的なオールドメディアっていうか、テレビと新聞しか見てない人たちには何にもわからん世界ってなるわけよ。だから、なんちゅうたらいいんかな、その、パラレルワールド的なっていうんかな。だから同じとこ、同じ宇宙とか、同じ日本とか、同じ地域とか、同じ会社におんねんけども、頭の中全然別のとこおるみたいな。裏、こっちのパラレルワールドとあっちのパラレルワールド、分かれてるでしょ、今、完全に。分かれてますね、そうですね。多分見てる人、そういう人多いと思う、この動画見てくれる人は。全く話合いませんね、みたいな。ああ、います。で、価値観が違うんですもん。だから、その価値観的なもんとか、イデオロギー的なもんっていうのは今までもあったんよな。この2、30年前までもそういうもんがあったんですよね。でも、この3、4年、この3、2、3年の変化っていうのは、もう価値観飛び越えて話が合わないというか、まあそうだね、見てるところも違うし、目線も違うし、見てる世界が違うわけですよね、全く。全く違いますね。全然違う。だから同じも、そうでしょう、同じロシア、ウクライナの一つ見ても、逆さまなわけでしょう。そうですね、逆さまですね。考えて、はい、ロシア悪い、プーチン悪いとかな。だから、そうですね、もうこれ、どうしようもないよな、これ。無理ですね。解決することはできない。だこれが分断かって言ったらそうでもなくて、まあ、そういう人はそういう人でやれば、みたいな。私たちはこう考えてますから、だからそれが共同体っていうこと。共同体、運命共同体ですね。確かにね。思う。だから、まあ、行動の、愛ちゃん今日言ったら行動の話っていうのはあれなんやけど、もう僕、何回前の動画で言ったかようわからんけど、もうだいぶ前の動画で言ったと思うけど、こういう発信的なもん。あ、それも行動ですよ。はい。例えばブログであってもいいし、で、Twitter であってもいいし、Facebook でもいいし、こういう YouTube 的なもんでもいいんやけども、自分で、まあ、行動も、その動く行動も、それはそれでね、あれ、必要なんやけど、こういうもんもやっていくっていうのも大事だと思うんですよ。で、僕いつもこの動画やってて言うんやけど、その数じゃないんですよね、見てくれてる人は。多く思ってないんで、2、3人でも何人でもいいんで、理解する人が変わっていくというか、理解し合うというか、で知っておくとか、ね。で、そういう方から言ってもいいんじゃないかなと思ったりするよな。自分というか、はい、自分の生き方的なもんとか、はい、考え方的なもんみたいなやつとか、はい、でそういうのって、その、はい、なんていうかな、その社会が決めてるとか、はい、で社会のルールの中で決められてるみたいなやつとか、はい、でその生き方の幅というか選択の幅っていうかな、はい、でそういうのってなんていうかな、結構自分でものすごく縮めていってる人っていうか多いと思う、なんか多いですよね、すごくね、そう、だからそのなんていうかな、その本当は自由なんですよ、本当はね、本当は何してもいいし、はい、どんな考え持ってもいいし、どんなことをしてもいいし、はい、そういうわけないな、別に何してもいいわけですよ、本当は。はい、ただ、その、社会的な、その、価値観的なもんみたいなやつとか、ルール的なもんみたいなやつとか、こうしなければいけませんみたいな、はい、こびりついてるやつあるかな。はい、あれでがんじがらめにされて、タコツボの中入ってるみたいな話。そうですね、確かに。タコで、そうですね、はい。だから、本当は自由なはずなのに、自分が勝手に不自由になってしまってるみたいな人。
多いですね。そうですね。うん。発展不十分な人多いですね。はい。で、先にも話したけど、これ、はい、いや、もうどうならなあかん時代になって、なってきますよって言ったのと一緒でね。はい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 。今まで、もう、これ、世の中入れ替わってしまってんねんけど、価値観でも変わってる、はいはい。今までって、こう、なんていうかな、こう、はみ出しもんっていうか、なんなのあの人みたいなやつあるじゃないですか。はい、あります、あります、あります。右ならえしませんみたいな人あったけどな。どういうことだよ、ほいってみたいなね。それが生きづらかったわけですよね。そうですね。まあ、平成の時代って。はい、で、もうここへ来て変わってしまったんが、どっちかっていうと、その、右ならえしません的な人。はいはいはい。が浮かび上がってきてるわけですよ。まあ関係ないですからね。そうですね。はい、もう丸っきり世の中変わったわけでしょ、これ。変わりましたね。はい。わあいうこと聞きません的なな、はいはい、アウトローアウトローじゃん。でもね、その自分で考え、自分で学んで、自分で考えて、自分で行動して、自分で責任取る風の人って、やっぱり世の中からすると少数派なんですよ。まあまあ、だから経営者もそうでしょう、少数派でしょう、ね、だから少数派がゆえにどうしても変わった人になってしまうわけ。うーん、変わり者になっちゃいますね。はい。でも、これ、新しい時代ってもうか、全員が全員変わり者になっていく時代なんだな、一人一人が。そうですね。各々変わらんみたいな感じだから。はい。だから、オンリーワンって何遍もおるのまで言われてるけど、70億人いれば70億人全員違いますから、みたいな。それが際立つ形になってくるんで、ね。そうですね。はい。際立ちますね。はい。そんな、なんていうのかな、本当は自由、はい、何にしがみついてんのよ、みたいな。確かにありますね。まあ今日の話、よくよく話してると、俺もちょっと最近この、はい、半年間ぐらいはもう不動産仕上げてからもうちょっとサボってるんで、なんか新しいことしようかなってまた今考えようと思ったんですけど。あ、本当ですか。何しようかなと思って今考えて。農業じゃないですか、行動としては。いや、あのね、民宿みたいなやつやりたいのな。民宿、あ、いいですね。あれもう泊まりに来てるんでしたっけ、いつからでしたっけ海外の子が来てるの。ああ、あれは7月。7月からか。だから来月からですね。ちょっと田舎というか、海があって山があるようなところで、ちょっと民宿みたいなやつで、畑もやりながらみたいなやろうかな。ああ、みんなで合宿したいですね。おお、ちょっとな、それ、前、この2、3年ずっと考えてたんやけど、まあまあ、この、何だな。行動してなかったし、置いとこう。いや、また大阪行ってやりたいな、これ。まだええかと思っとってんけど、はいはい、ちょっといや、それやろうかなとか思ったりしね。だから、いつ釣りに行くんですか、それは釣りに行きましょうよ。いつでもいいよ、言ってくれたら。いつか、俺、釣りに来てえなと思って、そういえば。まあ、そのうち、ね、まあまあ、これ、まあ、その、はい、うん、皆さんが一安心、しましたいうとこまではこの動画も続けていくんでね。はいはいはい、まあそういう、あいと、なんていうかな、まあまあ、ドキャードキャーっていう局面になった時には、みんなでちょっと田舎で遊びましょうかっていうことで、ね。行きたいですね。これ釣り来てるわ。僕、まっちゃんとなんか釣りを行ってる光景が今だに見えてるから、ああ、なんか面白いんだろうなと思って。それはいつでも来てくれたらいいよ。それはそれと一つとして、ちょっと本当に田舎の方で民宿やろうかなとか思ったり。家とかいいですね。家民宿して、こう、ホテルでこう泊まって、こう、ね、ホテルじゃなくて、もう自分たちで、もう、なんだろう、住む場所を作っちゃうっていうね。そうそうそう、ね、そう。農業でね、本当に。そう。いいですね。まあ、だから一つのコミュニティの中で皆さん自由に使ってくださいみたいな。その代わりちょっと年会費だけいただきますから。まあよくあることです、パターンですね。これを、この民宿みんなで支えましょうみたいな。いいですね。いやいや。で、お客は来ていらん、自分たちで使う民宿みたいなやつ。はいはいはい。これ、ちょっとやるわ。うん、いいですね。やる。俺、それ、1週間ぐらいはそこにいたいっすわ、僕。基本的になんか、考えたいときはそこ行って、こう、なんかいろいろと動画制作で行き詰まったときに、そっちに行って、こう考えてとか、作品見ながら、こうやってのんびりと過ごすのいいですね、民宿。やっぱ、まあ、民宿があって、まあ、海があってね。でも、いいですね。いいですね。あと、犬が走り回れるぐらいのちょっと山があって。ああ、それなんか1ヶ月ぐらいそこにいたいっすわ。で、まあ、できれば、その民宿のちょっと、うん、目の前というか近所に桟橋作って、そこに船を置いとく。
なんか、わっちゃんがやりたいことって、本当に昔の農家ですよね。農家っていうか、昔の家ですわな。あの意味、自分たちの帝国みたいな。帝国みたいなね。なるほどね。ここから先は、周りに何もないっていう状況です。子供の時の、あれよな、秘密基地みたいなやつか。ですね、そんな感じですよね。うん、ちょっとな、ちょっと真剣に、じゃあ、やりますよ。2年以内は、完成。ただ、その回答ってね、そこまでは簡単だけど、そこから改装して使えるところまで行くことになる。いや、改装が大変だよね。多分改装が一番時間かかりますよね。だから、その、色に掘ってつけるとかな。はいはいはい、はい。例えば温泉、お風呂な、大きいお風呂、はいはい、これ、きれいに使えるようになるまで、水回り、ボイラーとかな、これも大変やし、まあまあ、まあ、その時やったら、あれしようか、じゃあ、これ募集しようか、これで、みんな、でこれ手伝いしてください。仕事辞めてこっち来てください。ちょっと手伝ってもらえませんかね、仕事辞めてこっちにちょっと手伝ってくれませんかって、絶対いるんじゃないですか、募集したら。Facebook でまっちゃんがさ、普通に仕事募集って来ますよねって。まあ仕事というかボランティアでやってボランティアでやってくださいみたいな。お願いします。で、まあこういうことだよな、結局行動的なもんでね。そう、でこれってね、今言ったような話って、その商売とか金儲けが前提になってないじゃないですか、言ったように。そう、子供の時の山で公園、なんていうか、山、ちょっと公園、山で山の方で秘密基地作る的な、それがちょっと大人の、なんちゅうかな、ちょっと豪快になっただけみたいなやつじゃないですか。そうね、そうですね。で、こういうことやと思うよ、多分。僕もそう思いますよ、同感とは。で、さらにそこに、その行動の先に自然と関わる的なもんですよね、やっぱね。はいはい、そうですね。発展とつながる的なもんを、その要素取り入れていくと、こういうもんしかないよ、やっぱり。ないですよ、やっぱり。でしょ。で、ね、そこに、行った時とか集まる人とか、はい、来てくれる人とかお客さんとかがその、はい、なんていうかな、その言葉に言えんような、あ、これが本当の豊かさなのねみたいな、そこですよやっぱ最後は、でそのための行動違うんかな結局は、やっぱ、これでも最終的なそういう、ね、ことをやりたいっていう行動なんだけど、どうもみんな他人も信用しない人も多いしね、なかなか今までと違って、その、あれもある、こ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 れもある、あれもこれもあれもこれもあれもこれもの選択の中から行動を選んでくるっていう形じゃないと思うわ。もうそんな選択の幅は極端に言ったらないと思うわ。そう。言ったように、やっぱ自然とつながる的なものになっていくんだよ、今回は。だから、もう限りなくこの、決まってくると思う、やるべきことって。ね、決まってきますよね。だから、農業を含めて第一産業みたいな的なもんとかな。はいはいはい、はい。採用試験をどういうふうに考えていくかとか。はいはいはい、はい、うん。あと、まあ、世の中に役に立つれたら、そのフリーエネルギーとかな。はい。要は燃料ですわな。はい。こういう本とか、あとはいつも言ってるように、その、健康とか、人々の健康とか、もうこういうところしかないのテーマ。だから、極めて今までみたいに産業的なもんっていうか、工業的なもんっていうか、そこが焦点じゃなくなってくるんでね、絶対は。そうですね。だから自然とか人間に直結したようなものに形変わっていってるんでね、今。だから今言ったような遊び的なもんから始めていったら、多分ものすごく広がっていくと思うんですよ、多分。うん、広がっていきますね。こう温暖なとこやったらこういう果物作ってみようかってなったら、はい、今までとこれとこれ掛け合わせたらなんか新しいフルーツできたわね。新しいね、新しいタイプの果物ができたってことですよね。何かと何かを組み合わせればね。そうよね。そう、そんな感じ違うんかな、多分。いや、もうそんな感じだと思いますよ。これでぼやっとイメージできたと思うんですよ、見てる人。最初は言ってんのかなと思ってたけど、こういうふうに考えると、そんな行動もそんなにね、なんていうの、その、考えてやるようなことじゃない、面白そうやからやってみるみたいな。そういう感じ違うのかな、多分な。そう。で、それ、ね、いうことをやっていくときに、次、今までの時代みたいに、規制がどうやとかな。で、田舎の、なんていうか、縛りがどうやとか。
これもなくなっていくからね、完全に。うん、そんなこと言ってる時代じゃなくなっていくんで、だから自由になっていくと思うよ、はい、本当に。はい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 、そうですね、うん。要は、一番大事なもんっていうのは自然とどういかに関わるかっていうことやと思うか。で、心地よいものを取り入れていくってことやと思うわ。うん、で、そういうものを取り入れていくと、体も健康に戻っていくんで、そうすると考え方も健全になっていくから、はい。だからそうすると、本当の満足感みたいなやつとか、本当の生き方的なもんも見えてくるよな、おのずと。見えてきますね。今は妄想の世界で出てもね、実際にすると多分見えてくると思うんですよ。一日の時間の流れの遅さとか。はいはいはい、一日こんな長いのみたいなやつってあるやないですか、田舎行ったら。あります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 。はい、あるでしょ、田舎行ったら。ああいう感じになってくるんじゃないかな。なんかこの田舎行くと全然あの時間とか全部の価値観が変わりますからね。ガラリと違いますからね。うん、だから自分たちが夏休み、小学生の時に夏休みに1ヶ月間自分の田舎に帰省するみたいなやつってあるじゃないですか。はいはいはい。あの1ヶ月間ってすごく楽しかったよねって思ってる人って結構おると思うんですよ。まあ、あれいわゆる自分を浄化してるみたいなもんですからね。なんかね、やっぱり、うん。あれのちょっと大人の豪華版作りましょうかみたいな。いや、いいね。東京生まれの東京育ちだと、きつい、常に東京で戦ってるイメージだから疲れるんですよね。本当に。あれのちょっと豪華版も今回作ってみた。そう。なんかね、すごい、その東京のいる、東京で戦ってる人も、そっちに行って、綺麗になっていくっていうのが重要ですよね、気持ちもね、心もね。やっぱりね、そう、はい。で、やっぱね、その、この前もこの動画で言ったけど、結構もう農家さん、農業もそうですけど、民宿、田舎の民宿もですけど、はい、もう、はい、後継ぎがおらんとかな。もう建物古いし、廃業しようかもうやめようかっていうところいっぱいあるわけよ、ほんと。で、まあ、あとコロナで傷んだ民宿もあるからな、経営してる。そういうとこもいっぱいあるんでね、まあ、自分たちでそういうのをもう一回買い取ってやっていくっていうのはええんちゃうかな、もう。うん、まあ、お客から自分たち使おうみたいな。で、まあ、うん、で前のとこやめたけど観光で外国人にそういうことを広報していくっていうかな、来てもらおうとしたらこういう動画 YouTube あったりするんでね、だからそんなでもできるんで、そうね、面白いと思うけどな本当、だってもう YouTube のなんだろう仕組みがどんどん変わってきてるから、今はどっちかというと再生数とかそういうものじゃなくて単純に見てもらえるための道具ツール、になってきてますからね、世の中の流れがね、変わりましたね。うん、だからこの YouTube 動画なんかも含めてな、こうものすごい多極化していくと思うんですよ。いや、もう多極化してますね。現実それはしてて、やっぱりメディア的にもテレビの人離れてますもん、完全にもう。でしょ？ YouTube から。はい、うん。やっぱりもう YouTube はブログみたいなもんです、扱いは。もう本当に動画の記録みたいな感じのアーカイブを置く場所みたいな感じになってるので、どっちかっていうと本当にさっき言ったまっちゃんが言ったように、再生というよりかは自分が好きな人たちが見るというか、興味があった人が検索して見るっていうレベルになりましたね。はい。まあ、学ぶとかな。そうです、そうです。知るとか、学ぶとか、はい。で、まあ、これからどうしようって考えてる人の、なんか、ちょっとでも、はい、その、いい情報になるとかな。そうです。まあ、そういうツールとか、あと、まあ、関わり合うとか、はい、そうですね。コミュニティ形成するみたいなツールになっていってるよね、これ、完全にな。そうですね。はい。うん、で、その次はどうやってリアルに生かしていくかみたいな。そう。だから、これは本当に道具に過ぎないから、ここで新しいクリエイティブが生まれないっていうことが、クリエイターの中ではもう、そういうの決定づけてますね、YouTube は。うん、はい。でしょ。面白い。だからやるべきことって決まってくるよね、おのずとな。なあ、決まってきますね。はい。まあ、全然違います。こんな感じで皆さんも、あれじゃないね、なんかこう、自然と関わる的なところに行動していったらねえ、だから本当に、だから常に行動というか、ね、結局は文句言ったって自分ができてないからそうなってるわけだから、結局自分が行動しないといけないっていうのが結論ですわな。いやー、でも今日の話あれが、俺ちょっとその民宿を運営して、はい、俺もなんか寄せてみてみたいになりそうやよなもう行ったら帰ってけへんみたいな。あ、僕も多分行ったら家帰ってこないんじゃないかな、ぐらいなんかもうのんびりしてるです、ね、俺前々その 2,3 年前からそれやろうと思ってたけど、やらん理由がそこにあってね、
本やったらもう帰らないやろうなと思ってと。いやもう帰らないでいいんじゃないですか。やりましょうやりましょう。間違いない。いやいやいやもうだからやっぱり抹茶自然の人だからね、やっぱりね。自然界の法則の人だからね。だから、ちょっと僕は何が怖いっていうか、それが自分で怖いねんな。もう間違いなくもう帰らないのな、みたいな。どうしてみてます、みたいな。大丈夫ですよ。あの、それ、それとこに、そこに逆に来てもらうようにすればいいだけの話なんで、人を。浦島太郎になりますんで。そら、ね、あいた朝、毎日、その朝起きて、まあ、朝の3時ぐらいに起きて、ね、食べる魚を釣りに行って、はいはい、で、7時、朝の7時ぐらいに帰ってきて、で、ちょっとご飯食べて、はいはい、で、ちょっと畑行って、はいね、畑様子見に行ってね、で、お昼過ぎ2時、1時とか2時ぐらいに家帰ってきて、で、その自分で、その、飲食の温泉入って、で、2時ぐらいから焼酎、お酒飲んでご飯食べて、3時か4時に寝ると。もうこんなん最高だ。ダメ人じゃないですけど、ね、最高なんだ。まあまあ。でもね、はい、こういう生活やってもらうと多分150歳まで生きるかもわからんね、ひょっとしたらもう。いや、生きるでしょ。生きるよ、生きる。うん。な。みんなね、欲にとらわれすぎて、頑張りすぎてる。こういう生活したら死なんやろな、もう。死なないですね。てか、ストレスフリーだから、もう病気にはなんないですよ、あんまり。もう皆さんこれ見てると聞いてるだけでこのおっさん何言ってんのと思うけど、僕の頭の中でこれ想像したんだけど、もうワクワクするよな、こんな生活。魚釣り行って畑行ってな、はい、じゃあ、昔の人ですね、昔の今の現代人じゃないですね。うん、でまあワークしてますね、はい、もうね、もう夏はずっと裸みたいな。いいんじゃないですか。やっぱりでも、やっぱりそういうね、のどかな生活が一番いいっすよ。一番は。最高よな、これな、うん。そう。東京とか大阪の方が情報量多いっすからね。やっぱり、まあ、物が多すぎる。うん。まあ、多分こういうのを1年ほど行ってね、はい、その、東京とか都会に帰ってくると、まあ、それはそれでまず新鮮感もあるな、帰ってくると。見え方が変わると思いますよ。浦島太郎みたいな。見え方が全然変わると思いますよ。あの、なんていう無駄なものに囲まれてるんだってことですよ。要は、みんなの戦いで。コンビニ見てびっくりするとか、ね、高速道路見てびっくりするとか、田舎は。ああ、やっぱりすげえなーと思うよ。でも、なんかそんな気がしますね、やっぱり。まあ、でも、俺もまださっきの話じゃないけど、帰ってけえへんのあの、こうやってたけどね。まあまあ、これ帰ってきながらでいいんで、二拠点生活って結構ええと思うんですよ。今そういうのやってるんで。そうですね。東京やったら結構、長野とかな。はい、山中、北斗とかあるやないですか。ああいうちょっと空気きれいなとこ。はいはいはい、あ、結構山、ね、東京の人なんて結構二拠点生活してるもんな、今。してます、してます。みんな東京から逃げてます。はい。あれはあれで新鮮でいいと思うんですよ、やっぱり。やっぱりね、半分東京、半分向こうの方がいいかもしれないですね。東京、新宿も新鮮に見えるし、長野県、ね、山梨県も新鮮に見えるし、みたいな。そうですね。はい。まあ、まあまあ、今日変な話になってきたけど、多分俺の場合帰ってこんやろな、みたいな。結論帰ってこないっていう。まあまあ。はい。もうこっちがええ、みたいな。はい。まあ、そんな感じで、そんな感じで今日は。はい。なってきたけど、まあまあ、行動っていうのも、やっぱ自然とつながる的なところが、やっぱ軸になってくると思う、今回は。うん。で、そうなっていくと、ね、地方再生っていうかな、過疎化も防げるじゃん。はい、うん。でしょ？だから今、東京、大阪、名古屋に住んでる人たちがね、はい、2拠点生活全員がしたらね、はい、地方を再生するよ、はっきり言って。うん、空き家問題も一発解消やから、はい、そうでしょ？みんなが2つずつそのとこ持ってたら、うん、場合によっては3拠点持ってますとかな。うん、ほんで、その愛ちゃんの、あの友達の女の子がやってるキャンピングカー持ってた、うん。キャンピングカーもそうですね。そうですね。はい、あ日本中をこう3拠点点々としてますみたいな。そういうの増えるかも。そうですね。うん。そういうのはある意味自由な生き方ですよ。これ。そう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 。自由だと思います。こんな感じでしょ。そうです。だから、今日の話最後になっていくけど、そんな難しいことじゃないんじゃない？多分。はい。うん、だと思います。
簡単なことやと思うよ。簡単なことだと思いますね、うん。はい。そういうことやと思います。はい、すいません。ありがとうございます。はい、今日も。今度いいから、今日はこれで終わり。今日はこんな感じで終わりでたいです。また来週もよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ。ありがとうございます。お願いします。はい。は